こんにちは。今日は私アスティカのやすこさんが面白い商品をリリースしてくださったんで、皆さんにご紹介したくて撮ってます。こちらです。クレイパウダーなんですけど、バイオダイナミック農法のですね、コンフリーの根っこをパウダー状にして、混ぜられた、クレイと混ぜて作られたものなんですけれども、これがね、本当にすごいので、ちょっと皆さんにぜひ試してほしいと思うんですね。主に洗顔用に使うといいと思うんですけど、工夫次第で本当いろんな用途に使えると思うんですよね。パックにもいいです。パックにもいいんですけど、本当にね、少量で体中の、例えば正式とかに使える、病気とかちょっと身動きがちょっとしづらい状況とかで、全身を洗えないな時なんかにも、これでさっと撫でるだけで汚れが取れるし、しかもこれがすごいのは、石鹸なんかと違って常在菌とかを取りすぎたりしないでありながら、老廃物をしっかり吸着してくれて、バリア機能を壊さなくてっていう、とっても優れものなんで、ちょっとね、使い方にコツがいるので、それをシェアしたいと思います。これね、自撮りしてるので反転しちゃってますけどね。安曇野の古民家の洗面室から撮ってます。これ見えるかな？はい、こんな感じ。グレーグリーンの薄い色の、本当にね、クレイとコンフリーのパウダーの綺麗な色味なんですよね。でね、ちょっと開けてみますね。こんな感じ入っているので、お使いになるときは、ガラス瓶。私はなんかこう、調味料を入れるこうしたガラスの瓶を用意して、ガラス瓶っていうのはやっぱり、クレイ、コンフリー。もう本当にこれは生きているお粉なので、ガラス瓶で使った方がいいと思います。保存した方がいいと思います。で、これをね、こういったものに移し替えますね。私は、こういう、上部を使う。もうね、器用な方は、そのまま入れられると思うんですけど、私はね、雑な人間なので、こういうものを使って入れます。こんな感じで、トントントンと落として。はい、こんな感じで入りました。これで大体、容器の、このね、最初に入っていた製品の半分量ぐらいになってます。わ、少ないと思うかもしれないんですけど、使うときほんのちょっとでいいんですよね。サスティカのデイクリームですとか、これから販売しますファンデーションなんか、あとはまあ、本当に優しい日焼け止めクリームなんか落とす程度なら本当にこれで十分です。で、量がほんのちょっとでいいのが画期的だなって思うんですよ。とね、耳かき2杯か小さじ1杯の半量、半さじ分ぐらいでいいんですよ。このぐらいかな。もうね、ちょっと振り出して、見えるかな？えい！こんな、この、こぼれてるね。このぐらいの量。でね、これをちょっとお水に浸しますと、お水に浸して少し練ります。こんな感じで、ちょっと団子状になる。ちょっとしたペースト状になりますから。で、あとは、これを、くるくるくると、お肌に、重ねていく。お肌に、くるくるくると優しく、螺旋状に乗っけていく。お肌は、お顔は、あらかじめ、湿らせてあげてくださいね。で、これで、もう本当にね、メイク汚れも、私は本当に、石鹸で落とせるような、アイブロウとか使ってますので、もうこれで十分、落ちます。こんな感じでね。で、このペーストが、なかなかしっかり、残っていますので、ある程度汚れが落ちたかなと思ったら、いっぺんこの手のひらの汚れを流して、それでもまだしっかりペースト残ってますので、また指先で、それを軽く伸ばして、そしてまたお肌につけて、こう何回かそういうのを繰り返す。本当に優しく、螺旋運動をしてあげてください。こんな感じでね。泡立てていないのに、フォーム状じゃないのに、お肌の上で回転させて大丈夫って思うかもしれないですけど、
コンフリーの作用かな、ものすごいトゥルトゥルのヌルヌルしてますので、本当にむしろ石鹸の泡なんかよりも優しい感じっていうんですか、摩擦はもうほとんどないので、でこれをパックにして使うことももちろんありです。パック状にして数分置いてから洗い流しますと本当にピカピカのお肌になるので、試してみてほしいんですよね。で、終わったものを洗い流すんだけれど、ロサンゼルスで使っている方々はお水で流すというより拭き取り化粧水で流し、化粧水とかミネラルウォーターで拭き取ったりするんだそうですね、こっちの方が。で、確かにプレートコンフリーの成分を全部流しちゃうといいより、こういった見えるかな、また反転しちゃってるね、オーガニックコットン、これは3年間農薬化学肥料一切使用してない農地で、有機栽培された綿花ですっていうもので作られている、こういったものを使ったりするのもいいと思いますし、私はねちょっとこのクロスを使おうと思う。これがねもう少しで発売する予定なんですけど、まあ本当試作品をいくつ作ったんだろう、本当にすごいクロスができました。表と裏が違うんですよ。特殊な亜麻と不思議なコットンの2枚合わせで作られている六角形の布を販売します。これをライナーとして使ってもいいですし、ハンカチにも使いになりますし、でこういった時の拭き取り用のクロスとしてもおすすめです。軽く水に濡らして、で優しく叩くように、優しく押さえるように取っていく、もうこれだけで。セスティカのデイクリームなんてね、本当ぬるま湯でさって表面を撫でるだけでもいいぐらいっていう感じなので、さらにこういったもので抑えると汚れが本当に取れちゃいますね。実はこのクロスのこのね白いコットンの部分、これはもう洗剤とか石鹸とかクレンジングとか使わなくても、もうこのままこの布を直接皮膚に優しく当てるだけで全身の洗浄ができるっていう本当に特殊なコットンで、使い終わったらね切って畑の肥料にしてもいいですしっていう、本当にねすごいコットンなんですよ。吸収率も 130% 近いですしね、すごく栄養にも富んでいるし、乾きもいいしっていう、でこういったもので何回か押さえたら完成で、こういう感じで持ち歩いていただければ、なんかね不測の事態があった時にお水が使えない、石鹸が使えないとか、あとこちらがすごいのはこれで本当に少量で全身に使えますので、これでもってちょっと湿らせてこれで軽くマッサージをして、それで拭き取っていただければ綺麗に景色ができますので、本当にこれは一つ持っておく、置いて損はないかなって思います。そう、それでさっきほんのちょっとの量で本当によく伸びますので、これ何グラムだったっけな、これでねもう大さじ 4,5 杯分のみ、ちょっと何グラムかテキストに書いておきますけど、大さじ 4,5 杯分ぐらいしか入ってないのかな、にもかかわらずもう半年以上持っちゃう。もう耳かき2杯ぐらいずつ使ったらこれなくなんないなっていう感じです。でね、お値段は5000円台になるんですけれども、本当に高品質でユニークなパウダーなので、これが3ヶ月から半年ぐらい持つっていうことであれば、私はコスパは抜群なんじゃないかと思います。いろんな風に使えますからね。そう、今ねちょっとやっぱり縁がどんどん弱くなってくるっていうこともあって、こういったものを仕入れるのは本当にちょっときついんですけれども、そうちょっとぶっちゃけちゃうと、これもう本当原価4000円とかいっちゃってるので、もう儲けは本当ないけど、本当に面白いから使ってみてほしいんですよ。で、あ、そうだ、パックをなさりたいっていう方にちょっと注意なんですけれども、本当に少量でよく伸びるというか、たくさん使えますので、本当にちょっとずつ
足してみてください。普通にあの小さな容器にパウダーを少し入れて、まあ、先にお水入れた方がいいのかな。クレイの使い方としては水も本当に少量から小さじ1杯ぐらいの分のお水で十分です。からの少しずつ両方パウダーと水をちょっとずつちょっとずつ数滴ずつ足していくっていう感じで、本当にそれだけでね、使えますから、もうデコルテまでしっかり塗れますから、そういう風に使っていただいて、それから流す時も注意してくださいね。やっぱり都会の水道なんかだとクレイなので一気に流すと詰まっちゃうので、やっぱりこういうパックなんかをなさった時はコットンで拭き取ったり、こういうクロスなんかで拭き取ってちょっとずつもみ洗いしながら流すっていうのがいいんじゃないかなって思います。なんかね、もう本当に使っていてもう楽しくてしょうがないので、なんか皆さんもいろんな使い方をこう見つけてシェアしていただけたらなっていうふうに思います。よろしくお願いします。